私は八戸町立専門学校に通っている津島です。私が今回紹介したいのは居酒屋弁慶です。学校ではその弁慶から古川先生が教えに来てくれています。古川先生は、とても人柄がよく、人柄がよくとても笑顔で自分が受けられます。また私は卒業後飲食関係に携わっていきたいと思っていて、その古川先生は自分が歩んできた道を教えてくれます。また八戸の夜の街はとても賑やかで、私もたまに飲みに行きますが、皆さんも八戸の夜の街にお越しの際はぜひ居酒屋弁慶に足を運んでください。